いやーお寿司さん。はいはい。見てくれましたかいや、ちょっと何をですかね見てくれました。相席食堂の。相 <laughs> 席食堂一ノ瀬渡る会。あ、一ノ瀬渡る会。一ノ瀬渡るってあの、ほら、サンクチュアリ。サンクチュアリのね。の主演のね。主演のコアモデの顔の。そうそう、怖い。怖いね。ちょっと。見てないっす。見てない。<laughs> 困るな何ですかてくれない。言ってないじゃないですか、そんな見ろなんて。この回、すごい面白かったんすよ。いそうなんですか相席食堂。篠瀬渡さんでだって、結構真面目そうな方じゃないですか。普通に、まあ、篠瀬さんはお笑い芸人とかじゃなくて。俳優ですから。そうですよ。そう。別にそこが面白いってわけじゃないんだけど、まあ、あのね、千鳥さんの番組ですよ。はいはい。食堂。まあ、テイの。はいはいはい。まあ、テレビじゃなくて、今、TVer とかでもね。 見えるんで、うん、皆さんこれぜひ見てほしいんですけど。えー、えー。まあ一ノ瀬渡さんがなんか故郷に帰って、ううで、あの、兄貴がいるんですよね。あ、そうなんだ。実刑が。実刑<景>。6、六歳上。6個上。六個上のお兄ちゃんがいて、はいはいはい。で、全然会ってなかったらしいんですけど、久々にちょっとこう、まあ、相席食堂ってこともあって、はいはい。 会うって言って、その、お兄さんのところに行くっていうシーンが、まあ、それだけじゃないんですけど、あ、なるほど。そこがワンシーンあるんですけど、はいはい。ここがマジでむちゃくちゃ面白い。え何がで、正直出てるのお兄さんがね、なんて言うんでしょうね。本物なんですよ。ちょっと待って。えあの、そっち系の。あ、違う違う、怖いとかじゃなくて。そうじゃない。本当に、純な人間っていうか。純 めちゃめちゃなんかすごいの。天然っぽい人ってことか。まあ、天然なんでしょうね。あ<ー>あ。言うて。なるほど、なるほど。 なんかもう、でも本当にストレートに、人間性みたいなのが、もうまっすぐに出てる人で。ああ、す、は、ご、いはい。ういうこれがすごいね、ショッキング。<laughs> ショッキングショッキングじゃないんだけど、なんか面白いし、うん、わ笑っちゃうんですよ。あまりにもストレートすぎて。ストレートかかあまりにもなんか純すぎて笑っちゃうし、なん,うん、なんかすごい胸も熱くなるみたいな感じ。<ー>こういう感覚になるときってなんかすごい少ないような気がするっていう。 ああ、そうですよね。本物の人間がいる、ここにっていう、その、飾られてない、えー。<laughs> それを見ないとも分かんないな。テレビなんだけど、なんかその、本物の人間が。リアルな。リアルな人間が出てるみたいな感じで。へだ、えー、から謎なんですよ、お兄さん。謎なんなんか山に今、こもってて、ああ古民家みたいなところ住んでて <laughs> ああああ。古民家ね。ああ、びっくりして。なんかそこは家じゃなくて工房。 <で>おー、食、なんかあれなんですかね。そこになんか仏像を、おお、仏師。仏師。仏師なのかな、<laughs> 言うたらあ。じゃあ、まあ、趣味かもしれないけどってことかな別に商売にしてるわけではないらしいんですけど、なんか 仏像を掘ってる。それはすごいな。謎すぎる。それはだって、物士って一番謎だもん。謎なんですよ。人間のなんか、何をしてるのかよくわからない状態で。生きる道をやめた人だもんね。で、一之瀬さんも長いこと会ってなくて、こんなとこ住んどるっちゃみたいな感じで、なんかこう、初めてそこを間の値にするみたいな感覚で、で、なんか山の中にこう、入っていくんですよ。おー、すごいね。瀬さんが。はいはいはい。したら、 まだ家とか見えないんですけど、うんうん、そわそわ人ランチって声が聞こえる。<笑><笑>えあ、一ノ瀬さんじゃなくて一ノ瀬さんじゃない人はうん、うん、そわそわ人ランチみたいな。うんうん、えってなって、はいはい、で、それ、お兄さんなんですよ。お兄さんの声で、<laughs> で、えあ、兄貴かなって言って、ラーホラー映画の始まりじゃんで、ファって見ると、うんうん、家の軒下のところに、うんうん、お兄ちゃんが、うん なんかすごい寄りかかって立ってて、うんうん、渡るれみたいな。<laughs> ちょっと待って。<laughs> なのこ, <laughs> この時点でかなり面白い。<laughs> <ー>すごい人なんだね。渡た渡わたるおめえみたいな。なんか、マジで、なん、なんつうのかな。<laughs> もう別れてた兄貴と会った時ってこうだよな、こうだろうな、みたいな。そうなんだ。振る舞いをずっとお兄ちゃんがしてくれるんですけど、<ー>それ、 完全に演出じゃなくしてるっていう感じ。ああ、そうなの、ねうん、本気なんだ本だまるでなんか誰かがドラマにしてるかのような。 セリフとかが出るんですけど。ああ、なるほど。んか、ストレートにそれをやってるお兄さんっていうのは、もう伝わるんですよ。ああ、もう本物なんだ。本物なんです。ああ、なるほど。それがなんかすごくて、そのバランスというか。それは面白そうね、確かに。めちゃくちゃ面白いんですよ。なるほど。すごい。お、当たれって言って、久しぶりやお前みたいな感じで、バーンっ叩いて。怖い感じの人で当たれみたいな感じで、 <laughs> 名前名前ばっかりやってる。<laughs> ここがもう、なんかすごくて、その感じ。あなんかちょっとあれだね、<ー>元ヤンキーっぽいまあまあそうなんですよ。まあまあ元ヤンというか、あね、まあ怖いお兄さんだったっていう、あ,<ー>あの、一ノさんの中では。はいはいはい。だからまあちょっと今や、その体もね、やっぱ作ってるんで、サンキそうだよね。うん。うん あの、作ってるんで、一ノ瀬さんの方が大きいんですけど、強いんですけど、ちょっとやっぱり兄貴だから、精神が。引いてるみたいなあちょ。ちょっとだけなんかビビってるみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> でも6 上でそうそうそう。ヤンキーの兄ちゃん。もう怖いよね。怖い。敬語で喋るぐらい小学生の頃、中学校の頃とかさ。いや、それはもう。何かしらあるわけ、その兄弟感ではさ。それはそうだ,、ねそそうだで。その時の感じがやっぱり伝わる。一ノ瀬さんの挙動からか。<laughs> あ<ー>あ、やっぱ怖かったんだろうな、みたいなさ。なんかそういう距離感みたいな。うん、でも、なんかすごいこう、あれなんですよね。ちゃんとした人っていうか、芯のある人みたいな感じで、お兄さんが。 まあなんかいろいろ、でなんかそのお父さんがちょっと早くに亡くなってたから、うん、なんか俺はやっぱ渡るにとって親父代わりみたいな気持ちもあったけん、みたいな。あおったけん。うんで。ちょっと厳しくしちゃった部分もあったし、おーおー渡るの気持ちを全部分かってやれなかったっていうのは今にして思うみたいな。うん、<れ>なるほど。なんかそういうちょっとこう熱い話とかもあって、おーおーで、そのお兄さんとなんかいろいろやりとりした後に、 サンクチャーりもみ、見てるらしくて。はいはいはい。あの相撲は強なったとみたいな。あんだけやってたらやっぱ強いんやろみたいな。そうだよね。それはもう強くなったよ。あー。あんだけもうね、撮影もしたし。あそうだよね。めちゃめちゃ相撲は上手くなったよ。うんうんう撮るかみたいな。おーいいね兄弟で。あー、い。兄弟俺は熱いね相撲を、バンって撮って。 結構ね、当たり強くいってんのよ。なんか、いきそうだよね。なんかそう、強いって強いって当たり強いみたいな感じでお兄ちゃんをバシーン当たって。でも、やっぱ、一ノ瀬さんも体が完全できてるから、全然ブレないし。素人と比べちゃったらもうすごいよね。でもその、サンクチャリっぽい感じで、うおうせい薄いみたいな。ううんうんうあったじゃん、そな。先輩力士にずっと言われるみたいな。あったあった。 とかバンバン叩いて、俺もっとみたいな感じで、で、なんかその兄弟でこう、バシーンって相撲を取ってるう時に、お兄ちゃんが耳元で、ありがとな。めちゃくちゃおもろい。嘘だろ嘘いや、本気なんでしょいや、そういう人なんだろうね。話聞いただけだけど、すごいよ。いや、でもなんか。すごいよ。 なんかわかるわかな。んか、そうなりそう。めっちゃいいね。ああで、なんかそのさ、相撲も、決着というかなっていうのが、今度はじゃあ、一ノ瀬さんが、うん、あの、お兄ちゃんをね、任すとかも、あんのかなと思ったら、ああなんかね、パッて離れんの、お兄ちゃん。はい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 。 負けたくはないみたいな感じなるほど。弟に転ばされるなんてことはやっぱり、兄貴の中ではちょっともう会っちゃいけないみたいな感じバーンっていきなり離れて、え、終わりみたいな感じでなんかバーンって離れて、そこからどうすんのかなと思ったら、元気でな、みたいな。かっけえ。もうなんか指類に入んのよ。そこは。ああ、わかる。あ、ここで終わりなんだ気づいたんだね、多分ね。それ以上やったらそれ以上はもう、ないと。 うん,う,う,ね、うん、そ,そうだよね。うん。そりゃそうだよね。任されたって、任したって、そんなものは<ー>そんなことじゃない。 この感じ。いやー、すごい。<laughs> でもね、時にそういうことを人ってやりそうだだ,だいぶフィジカルで会話してた兄弟なのかなっていう。そうだろうね。距離感とかがめっちゃ出てて。もう本当お,お父さんだよね、それ多分。うん、お父さんとして息子と対峙してる感じがあったんだよねこれ、この距離感とそのお兄ちゃんのさ、あ<ー>純粋さみたいなのが、めちゃくちゃ笑っちゃうし、<あー><笑>,笑っちゃうんだすごい、グッと。 来る感じもやっぱ、ねうん、これがやっぱすごかったですね。ああ<ー>。うん、それ確かに面白そうだな。これ良かったですね。<laughs> やっぱ暑いんだよね。暑いんですよ。やっぱエンタメって暑くないと面白くないんだよね。<熱い> <laughs> <laughs> これも、あと別れ際とかもなんかすごくて、<ー>お兄ちゃんの感情がもう、高ぶりすぎ、<laughs> 抑えてるんですよ。お兄ちゃん感情を多分すっごい抑えて、弟と再会したいんだけど、<ー>別れ際になんかもうね、すっごい溢れてて、あ,<ー>あの、もう弟がそのサンクチュアリーでさ、<ー>世界的にこう、うね、俳優として認められたっていうことがもう、嬉しくてしゃあないっていうか、<ー> 弟はこの嬉しさを分かってんのかなみたいな。うん、なんかちょっと殴りそうになった <laughs> 感情が高ぶりすぎて <laughs>。意味が分かんない。<laughs> ち切れそうになってるお前すごいぞみたいな感じで、もう <laughs> まあ、ね、高まりすぎて <laughs> そうそうそう、ちょっと殴りそうになって <laughs> る、ね。な,てなんで, <laughs> で殴るの <laughs> ちょっと怖くなってるもう。あ、ちょっと。嬉しすぎ。ああ、もう、そう。性性のプラスの感情も高まりすぎると、そういうことそうそうそう。暴力になっちゃうの。この凄さお前分かってんのかみたいな。分かってんのよ、多分ね。本人だから、多分。嬉しすぎてちょっと怒りたくなってる。ああ、なんか分かるな、そういう人いそう。そこの表情とかもやっぱ見てほしい、これは。そうか。回すごい良かったすね。熱いな。ちょっと激熱すぎて。 気圧。疲れそうだな、それみんな。気圧、これ、相席食堂。25分50秒ぐらいから。そ<お>うだ、<laughs> そんな。相、あのー、席食堂、あのさ、t v ー、er、ってちょっと広告がすごいから。すごいな、飛ばしても広告出るし。そうそうそう、もう本当。ちょっと戻しても出るからね。<ー>まあ、しかもなんか、3分の1とかで、あ,<ー>あ、3つあるんだ、みたいな。<laughs> 広告出るんだよ。まあまあ、それはね。 ちゃんとそうやって収益得てるっていう意味では、それはちょっとね、と大切なことでもあるんですけど。うん,う,んう,んうん。なるほど。いや、それちょっと見たいね。これはちょっと見てほしい。見たい。あ、でもそれもう終わっちゃうィ、んえーバー。え、23日まで。<23? S 2> 8月の23日まで、これ、ちょっと。ああ、まだ見えるかな。後からね、ラジオ聞いた人は、もしかしたら見れないかもしれないですが。ギリだ,、ねうん、だな、この方も。8月23まだ TVer で配信あるんで。 なるほど。うん。いやじゃあ見ます。めちゃくちゃ良かった。あと、相席食堂で言うと、アマプラの相席食堂もあるアマプラ版。あるね。あるよね。これの第10回のロバート秋山の回。おこれだけは絶対見てください。おお。何はなくとも。何はなくとも。この回だけは絶対。あそれはいつでも見れるんだ。これはもういつでも。アマプラ入ってたら。まだね、いつでも見れるんで。はい。この回も本当信じられないぐらい面白かった。ええ。 ロバート秋山さんってすごいすぎるよね、んなんか。ただこの回は、うん、あのー、面白いんだけど、うん、悪くもある。え、なんでどういうこと悪い。悪いとにかく悪い。ういう悪い回。 意味がわかんない。面白かったいいじゃん。ローカルチャンネルの、あの、身内の盛り上がりみたいなやつをずっとやるっていう。よくやってるやつでしょコントとかね。よくやってるんだけど、1時間これでやりきるっていう。ふざけちゃった。これ多分悪い回じゃああれか、ロバート秋山本人の素が出てるわけじゃなくて、もうふざけきって、ふざけ、もうローカルタレントの、 なんかすごいつまんないやりとりみたいな。その番組内ではめちゃくちゃこれは面白い展開みたいな。 ご存知、みたいな。わかる、わかる。あの、コントのね、コントの人だっけキングオブコントの人たちが集まった時の、あのロバート秋山さんのやってた、そのね、ローカル曲。あ、そうそう、やってたでしょ。あれめちゃくちゃ面白いあれめちゃくちゃ面白い。めちゃ面白あの、ローカルタレントのなんかそのさ、あの、曜日をローカそうそう、曜日を入れ替えてお前、お前、火曜いかすの知らないよもうどうでもいい話をずっとしてるみたいな。あれめっちゃ面白かった。 あれの中拡大版みたいな。ああ、面白い。それは面白い、ね。それはね、やっぱめちゃくちゃおもろかったんで。ああ、見たい。面白いと同時に、はいはい、やっぱりちょっとこう身につまされるっていうか、自分もいつそういう、ああ、その悪意に引っかかってる。胃の中の蛙になってるかっていう、<笑><笑><笑>なんかわかんないかもしれないなと思ってさ。ね、あまあね。でもしも。うん それもしょうがないよね。ローカル局の人は、別にさ、ローカル局にはさ、ローカル局のその、あれがあるんですよ、やっぱり。序列というか、守らなきゃいけないこと実際それが受けてるわけだから、だから別にいいわけだよ。別にいいのよ。ロバートさんも、その、秋山さんもそれを否定してるわけじゃない。否定してるわけじゃない。まあ面白がってるだけそうそうそう。そういうさ、小さな世界の約束事みたいなのを延々とやるみたいなのって。それやっぱ真骨頂じゃないめちゃくちゃ面白いよね。い 人もやっぱ俺人間だと思う。人間ですよね。人間のなんかさ、切ない部分。そうなんですよ、うんこの。だからもう全ての多分面白さって、やっぱ人間味を、うん、が出てるかどうかだと思う,う。人間味なんだよな、ね、やっぱり。<ー><ー>っていうことをやっぱ相席食堂をる感じますんで。それはちょっと伝説の回かもしれないですね。面白かった。 じゃあもうぜひということで。はい。はい。ということで今日はあの事件。あの事件。読もうかな。読ましょうか。ちょっと多めに読みたいんで、えータイトルコールの後、あの事件読んでいきます。はい。では、行きましょう。ありちゃり、スパークあ、短い。短い。短い。短いスパークはすごく。弾き方を忘れてきた。ボーンボーンボーン。 あの事件。ええ、もうね、にわかに、にわかに盛り上がってます、このあの事件。<laughs> にわかに、だいぶ前から盛り上がってますけどあの事件界隈が。<laughs> あの事件界隈盛り上がってますもう盛り上がってますね。いいことですね、これは。なんかやっぱりあの、いい事件を読むと、どんどん送られてくるっていう、循環があるんですけど、前回のさ、ね、あの、タバコっていい事件。うん ああ、親心というのか、なんていうんですかね。いや、あれはい心というのか。いや、漫画化したいですよね、あれやっぱいいんで、なんかそういういい時期を読むと、みんなの記憶がなんか、パパンってつながるらしい。あ、なるほど。確かに確かにあるね、そういうの。いいよ、いいよ。っていうわけで、ちょっと今日多めにね、読めればと思いますんで、読んでいきたいと思います。お願いします。えー、にゃった、おにゃったさん。にゃったおにゃったさん。はい。 えー、アディスポはいつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。えー、あの事件を投稿させていただきます。はい。えー、パンツ時和大事件。ほう。うん。えー、私が6歳、兄が10歳くらいの頃の話です。うんうんうん。夏休み、私と母と兄の3人で、後楽園にあるスーパー銭湯へ、電車に乗って行きました。おお。楽川かな。うんスーパー銭湯を満喫し、家の最寄りの時和大駅に戻ると、 兄はホームであたふたとし始めました。<う>シン。これかっこ兄の名前。シン。あんたは切符あるよね母はシンに聞きます。焦るシン。うん。シンは、あるし。かっこいい。かっこいい。聞きちゃってるよ。リュックの中をガサゴソさり始めました。母に怒られる前に早く見つけなければ。うんうん、焦るシン。うん。その時、リュックからお風呂に入る前に履いていたシンのパンツが、ホームに、 パサッと落ちました。うん、恥ずかしいことを何よりも嫌っていた10歳のシン。<laughs> ね、シンは落ちたパンツを超速で拾い、<laughs> 何事もなかったかのように再びリュックをあさり始めました。はいはい 真っ赤になっていく真の小さな身かわいいす。かわいいな。一連の流れを全部見ていた母は爆笑し、<笑>切符のことなどどうでも良くなった母は、駅員さんに事情を説明して家へ帰りました。はいはいはい。切符なくしちゃったん、ね。ったんだね、うん。その夜、母は父にパンツの話を言いふらしました。おいおい、デリカシー。父は嬉しそうな顔で、当時流れていたパピコの CM、松浦綾のやつの替え歌で、うん 真のパンツは時は大。ナイキのリュックにささっと戻す。<laughs> 最低最低 <laughs> うどうなってんだよ、この家族よ、あ、チューブ、チューブラブラみたいな歌なはいはい、ありましたね、昔。歌いました。真は激怒していた。<laughs> そりゃそうだよ。<laughs> デリカシーどうなってんだこの家族。実はこの事件、私は全く記憶にありません。ああ、6歳じゃね。ですが、父が作詞したあの歌だけは鮮明に覚えていました。<laughs> 事件の数年後、<laughs> この歌って何だっけと家族に聞いた時教えてもらい、<laughs> <ー>今度は兄も含めて家族みんなが笑ったあの事件でした。いいよ,よかった。よかった、ね、トラウマにはなら <laughs> な,なかったね。<laughs> よかった。<laughs> 上ぎまあまあまあ、人間関係がね、できてるんだったらね、面白がれの。こういうやっぱからかいがね、うち後に過婚を残すとかもあるありるからね。親は気をつけなきゃいけない。思春期は特に。でもまあ。気をつけなきゃいけない。そういうのもね、なんか気にしすぎてつまんないのも嫌だからね。やっぱいいかもね。いや、いいですね。こういうのがどんどん来てますんで。続いて、うん。チャンズーさん。チャンズーさん。はい。えあの事件送らせていただきます。タイトルは、父の標識クイズ事件です。 我が家は小学校3年生の時に両親が離婚し、うん、私は母と二人で暮らしていました。そ,それから私が中学に上がるくらいまで、毎週月曜日の放課後に父が私を車で迎えに来て、うんうん、映画を見たり、ゲームセンターや釣りに行ったりして過ごしていました。うん、なるほど。ある日のこと、いつものようにどこかに向かっている車の中で、運転中の父が急に道路案内標識を指さし、うん、なんと書いてあるでしょう とクイズを出してきました。はいはいはい。父が指さした標識を見ると、秋高田市。おう<ー>。うん。秋高田市。あのー、安全、芸、高い田んぼ、秋高田。なんかどっかあるよね。東北かなああ、地名ね。秋高田市と書いてありました。はい、はいはい。小学生といえど、その頃には一人で電車に乗って習い事に行くようにもなっていましたし、うん、地元周辺の地名はなんとなくわかるようになっていました。うん、なるほど。 が、私は、父に読めることを隠したい気持ちになりました。<う>なぜか、子供でいなければと思ったんです。そして、父に気を使い、あきたかたしと、子供っぽく一生懸命読んでる風を装いました。<laughs> すると父が、まるまるは学校でローマ字も習ったんか、と言ってきました。 案内標識の漢字の地名の下に小さくローマ字表記があることは何となく分かっていましたが、私はローマ字ではなく漢字を読んだのです。しかし、もう漢字も読めるよとは言えず、私は小さく、うん、とうなずくだけでした。<laughs> <ー>今思い出すと、父が私とのコミュニケーションになんとなく戸惑っていたことや、うん、父が知らないところでの私の成長を感じた瞬間なんじゃないかと思い、少し切なくなるあの事件です。ノスタルジー <laughs> <laughs> あ、ナイスノス,、ね、ノスタルジー。ノスタルジ出た。これはナイスの。だけー <laughs> だ,だけー <laughs> だけってなノスタルジーってうあの藤子先生のああ、ノスタルジーね。<laughs> あ,るねあるね、あるね。だけーって。あの時、大抵、オケーばみたいな,話な、ね。<laughs> あ、そういう話なんだ、それ。 これをさ、やっぱ覚えてるのがすげえなって思うちゃうよ。ね、本当、ね。子供が、子供っぽくしようって思うときあるんだねん。ちょっと気使うときもあるんでしょうね。うん、多分お寿司さんの娘さんも今全部分かってます。<laughs> 気使われてんの今気使われてます。うそ<嘘>。あのー、そんなことないよ。棒猫の2巻出ないなっていうのもう全部。<laughs> すべてを刺して。そう。そんな大人びた考えしてんのやだな、おい。出してくださいよ。いや、出したい好き、出したいきか。それめちゃくちゃ言われるし、ちょっとね。お願いしますよ、もう。もうなんかね、どうしようもないですよ、マジで。ピーで止まってんですから。そうなんですよ。もうね。あとちょっとその、うん。標識のやつクイズで俺ちょっと思い出した話して、ちょっと簡単。いや、あの、俺もお父さんに、昔、 クイズ出されたことこ。いやこういうのあるよね。ある、ね、あるある。うんでも、ね。すっげえ、それだけい、い、異常に覚えてるのが、<う>踏切の、うん、あの、カンコンカンコンってなった、下にさ、うん、矢印が書いてあるじゃん。うん、あるあるある。電車がどっちから来ますよ、みたいな。うんうんあの矢印を見て、うん、元、つって、あれも元って言う元。 これ、どっちから電車が来るか分かるかです。なるほど。矢印が右を向いてたんですよ。右の明かりがついてた。確かにね。で、右を向いてるから右から来ると思うかもしれないけど、いや、待って、待ってと、お父さん。これ、電車が右の方向に走るって可能性もあるぞって言ってきたのよ。言ってきたああ、お父さん。クイズとして、で、右じゃないのかなって思ったらけど、いや、本当にそれでいいのかと。こっちからこっちに行くっていう可能性もあるんだぞっていうことを言われたときに、 マジかとその、その発想なかったっていうか。<laughs> なるほど。うん。あ、なるほどと思って。あ,あ、じゃあどっちかわかんないと思って、うん、ま、どっちか結局当てたか当てなかったか忘れたんだけど、はい、なんかそのね、<う>記憶がすげえ <laughs> <laughs>。そういう考え方もありなんだみたいな感じか <laughs> そうすると、どっていうそう、なんか、あ、この標識って確か何も考えてなかったけど、うん、どっちかって言われたらわかんなかったわって思ったあすごい。 やっぱ覚えてるもんなんですね、そんな。なんか小さな記憶。なんか異常に覚えてる。すげえ。なんか不思議ですね。うん。なんかね、どうでもいいけどなんか覚えてるその記憶がやっぱりもうさ、お寿司さんの中にしかなくて、うん。それが世界から消えていくっていう不思議さ怖いな、なんか。いつかは。それはそうだよね。この不思議さってすごいよな。そうなんですよね。いや、いいですね。じゃ続いて。はい。え、〇〇さん。まるまるさん。はい。 えー、アラジクさん、スイさん、こんにちは。こんにちは。あの事件のコーナーに投稿します。はい。タイトルは、入れ歯です。入れ場。私が小学校3年生の頃の夏休みの話です。うんうん、朝、プールに入るために学校に向かうと、校門の前に児童たちによる人だかりができていました。うんうん、その中にいた友人に何事かを聞いてみると、うんうん、なんと、その人だかりの中心には、入れ歯が落ちていたんです。なるほど。 人の口から外れた状態の入れ歯自体、初めて見たのに、うんうん、それが道端に落ちているという光景は、なかなか異様でした。まあね。小学生にとって入れ歯なんて、お尻の次くらいには面白いから。<笑><笑>確かに。お尻の次くらいだらない、確かにな。私たちはお祭り騒ぎでした。<laughs> そのうち担任の先生が学校から出てきて、たしなめられ、中に入ろうとしていた、その時です。うん、向こうの方から見知らぬおばあちゃんが自転車でやってきました。<laughs> うん 近くに自転車を止めたと思ったら、私たちの隙間を縫うように入れ場に近づいていき、うんうん、これ、私のですと言いながら拾い、<laughs> うん、そのまま口に突っ込みました。<laughs> おおご長寿クイズの人かよ <laughs> 何事もなかったかのように自転車に乗り込むと、うん、おばあちゃんは来た道を帰っていきました。うん、私は驚愕しました。入れ場が落ちていたのは道端です。うん、しかも速攻のすぐ近く。 枯れ葉などのよくわからない植物片や小石、小さな虫がたくさんいるところです。い、うん、ればそのものはよく見ていないのでよくわかりませんが、どれだけ汚いのかと考えると、そのまま口に入れるおばあちゃんの神経がわかりませんでした。うん、あれからもう10年以上経ちますが、あのおばあちゃんは、あれから一度も見かけています。<laughs> <laughs> そりゃそうだ。まあね、そんなしょっちゅう会わない。<laughs> そりゃそうだ。 ああ、すごいな入イレバ確かにショッキングだった。入れ歯の頃見た時あ俺あんま見たことないな。俺おばあちゃんがイレバ入れてて、なんかカポンみたいな感じで、歯をつけてる時見ちゃって、なんか、すごいショックだった。ああ、確かに。ちょっと化け物じ味な感じ、幼い頃にはね、感じて、やっぱちょっと見ちゃいけないものを見てしまったんじゃないかって。なんか、ちょっとショックだったね、やっぱ。イレバってなんか。そうかもね。なんか、うちらの子供の頃って、 結構そういう人多かったから、うん、なから確かにショックな感じはあった気がするわ。テレビとかでもたまにね、なんかこういうの出てきたりして。確かに、あのポリデントとかもさ、<ー>初めて CM 見た時に、なんかっ 確かに歯を液体にシャワシワやってるのもな。あとなんかせんべいのかけらが隙間に挟まってくるとかさ。なんか怖いんだぜ、う。確かに刺激強かったな、あのなんかすごかったね、入れ歯ってなんかリアリティ。確かに、そうだね。あの手触りってやっぱすごい。ああいうところからなんか結構そういうホラーとかに、ああ、行く人もいるんじゃないや、確かにいるかも。ね、なんか、ホルマリン漬けのあれ感覚とちょっと似てるもんな。 はい。というわけで続いて、はい、えー、MT さん。MT さん。えー、あの事件投稿させていただきます。お願いします。子供の頃、家族で映画館にジュラシックパークのワンを見に行きました。おーおワン。ああ、もう、昔だね傑作ですね、ワンはね。もう、だいぶ昔は。ビルバーグ。えー、施設内でラプトルに襲われそうになった女の子に私は感情移入してしまい、おーおー当時小学生の私は食われそうになった足を 映画館の座席で思いっきり引き上げました。はぁー。噛まれると思って足を引いちゃったハッはっとして、あ、違う違う。これは映画だ。すごいな。入り込みまた。スクリーンに意識を戻しました。とても素晴らしい映画に出会えて、大満足で、その日は家路に着きました。はいはいそれから数年後、今度はジュラシックパーク2を見に行くことになりました。た。2も面白いよね。母が、 今度はラプトルに足を食べられないといいね。<laughs> と、私に笑いかけます。<ー>母は気づいていたのです。<laughs> 私が足を引き上げたことを。<laughs> よく覚えされる一連 <laughs> 当時、とても切れやすい子供だった私を気遣ってすぐには言わなかったそうです。ああ、なるほどね。恥ずかしかったですが、別にええやんけ。と言って、母をいなしました。<あー> <laughs> さらに数年後。うん、ジュラシックパーク3<違う>。<laughs> <い> <laughs> もう、 ちょっとでもスリーら辺から雲行きが怪しくなってくるんですよ、ね。ー怪しかったスリーは怪しいよね<ー>。ジュラシックパーク3公開の CM をテレビでやっていました。<ー>母は、そういえば、あんたラプトルに足を食べられそうになってたね、うん、と吹き出します。<laughs> <laughs> よっぽど可愛かったんだろうね。<laughs> いつまで言うんと呆れる私に、母はいつまでも笑っていました。<laughs> ああ、すげえいいお母さん。兄に子供ができて、私は、 社会人として、ういっ子の面倒を見るくらいにまで、歳を重ねました。相当時間経ったな、いきなり。おいっ子が、ジュラシック・パークが見たい。というので、母にそれを伝えました。私は、ラプトルのことを言うだろうなもうね。と、定感の念にあり、母も、またその期待に応えてくれました。言ったんだ。あんた、ラプトルにびっくりして。 足を上げてたね。<laughs> うん。上げた。見 <laughs> <め>た目だ。<laughs> いっちゃん。かっここれはおいっこ。えー、いっちゃんの前でやらないでよ。<laughs> っていうかそれ。いつまで言うん <laughs> <laughs> お前もだ、ね、よ。お前もいつまで言うんって言うん。いや、お母さんの隣に座ってたおじさんも足を上げてたから。めっちゃ覚えてもうて。あ<ー>20年間交わしてきた母との鬱陶しいやりとりに、 突然知らんおっさんが入ってきました。<laughs> こいつのせいで、しょうもない記憶が母の胸に刻みつけられたようです。なるほどえ。ジュラシックパークのシリーズが続く限りえ、母のジュラシック体験におっさんと私が足を上げる記憶が付きまとうのかと思うと、<laughs> なんかもういいか、と私は感じています。<laughs> <laughs> あ<ー>すごい長いスパンの。<laughs> 本当だよね。20年間。 ジュラシックパーク1からですね。1からの歴史があるから。アプトルに構われそうになって足を引き上げたという記憶が。<laughs> 噛んで噛んで。 うん、噛み続けてるから。すごいね、これは。うん、でもいい話だね。いや、いい話い。お母さんが最初に言わなかったってところが、うん、俺すごいと思う。うん、すごいね。ね確かにしばらくっていうか、2の時に。<laughs> 2の時に言ったってところが、ね。<laughs> 2の時に言ったんですね、これね。いや、これはいいお母さんですよ。これなんかジュラシックパークのもう広告になるよね。なるなるなる,なる。うん、バン うん。あの頃。そうそうそう。ちっちゃいじゃん。けるぞ、これ。これめっちゃいいじゃん。いや、ほん最高。スピルバーグに届けたいわ、この。そう。メールを。いいね。ちょっと送っとこうかな。送っといて、なんとか。スピルバーグ、アット、ホットメール。いや、そろっと。絶対、絶対違う業者だから、それ。いい話だわ。いや、いい。はい。え、では続いて、グッド華丸さん。グッド華丸さん。え、原宿のお寿司さん、こんにちは。こんにちは。え、あの事件送らせていただきます。はい。事件名は、 大きくならないで事件です。<う>私の家は、父と母と姉との4人家族です。はいはい、姉も私も社会人になり、うん、もう実家は出ましたが、うん、普通に仲は良く、はいはい、私は月1くらいで実家に帰っています。<う>先月は私の誕生日があり、実家に帰ってみんなでお酒を飲みながら焼肉パーティーをしました。いいね、その日の夜のことです。うん、先ほども言いましたが、 私たち家族は普通に仲がいいですうん、うん、私はもう23歳になる娘ですが、うん、今でも実家に帰ると母と父の間に陣地を取り川、うん、の字になって寝ていますおいい、ね、その日は父が先に寝ていたため起こさないようにこっそり横に寝転がって、うん、私は静かに目を閉じました「うん、全然寝れないな」と思いながらしばらく寝転がっているとうん、うん、隣の父が目を覚ましたのか「うん、ゴソゴソと物音がしましたうん、うん すると次の瞬間、頭をよしよしと撫でられ、<う>子供、いつまでも子供でいていいのに、大きくなるな、子供、<laughs> とつぶやかれました。<laughs> <laughs> 父は私が20歳の誕生日を迎えたあたりから私のことを名前ではなく子供と呼ぶようになりました。なんでだよ 私は大人になったのが嬉しかったのに、なぜと不思議だったのと、あまりにしつこくてうざいなと思ってたのですが、この日、父は私が大人になるのが寂しかったのか。 と分かり<ー>なんとななく愛おしい気持ちになりましたなるほどね。ですが、この状況がさすがに面白すぎたため、爆笑しながら起きてるよと言うと、父は恥ずかしそうに笑いながら元の位置に戻っていきました。<laughs> 寝てると思ったのか。<ー>なるほど。普段、父はそういう言葉を私に全く言わない人だったので、新鮮になったあの事件です。なるほど。ああ。子供、まあ、なんか二十歳超えたら逆になんか来ちゃうっていう人もいるのかね。<laughs> なんかちょっと娘の前では格好つけていようみたいなさ、<ー>感覚だったのが、なんかもう、娘が大人になっちゃうとう、うんうん、逆に子供感を取り戻そうと,、ね、取り戻そうとするみたいな。なんか、多分でもその気持ちわかるよね。きっとそうなるかもなか。ああ、ちょっと今は、 わかんないけど、うん、娘が大きくなったらもしかしたらそういう気持ちが芽生えるんですかね、父親ってい。いやー、だってやっぱその頃を思い出すんだよね、<ー>昔を<は>。まあ、思い出しはするかもしれないね。だからなんかやっぱもう一回その、 感じを味わいたいな。なんか川沿いで寝ててちっちゃい子を寝てるとこなるんで重ね合わせたりしてね。それやっぱ思い出したんだろうね。思い出して急にやっぱ来ちゃったんだよね。子供。子供。子供。でもこれでさ、気持ち悪いって思われなくてよかったよね。引いちゃうっていう人ね。結構引いちゃいそうやね結構引いちゃう可能性もありますよね、そだね。そうね。よっぽど仲いいんだろうね。はい。えじでは最後かな。はい。え星子さん。 星子さん。はい、えー。原宿さん、お寿司さん、いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。あの事件に投稿させていただきます。はい、題して、本当の貝原雄山を知った日です。<laughs> 面白もろそう、えー。当時、小学校3、4年生だった私は、ゲーム機を与えてもらっていなかったのですが、うんうん、親のパソコンは触っており、 子供向けミニゲームでよく遊んでいました。はいはいはい。それサイトもあったもんな。その中で一番ハマったのは、ラーメン屋の店長になりきるゲームでした。おお何それゲームの内容は至ってシンプルで、ラーメンのベース、スープ、麺の形状、上に乗せる具などを、それぞれ決まった選択肢から選び、お客さんが納得する一品を目指すというものです。おぉ。 組み合わせが豊富で、かつ妙なリアリティのあるこのゲームが面白く、私はのめり込みました。うんなんか面白そうね。ただお客となるキャラクターが癖者で、貝原雄山のような風貌で、生半可なラーメンを出すと何癖をつけ、食べることを途中で放り出すします,です。<laughs> ユーザ山は何度も私の出すラーメンにケチをつけ、残していきます。<laughs> ユーザー その度に、スープや具材の組み合わせ方に頭を悩ませました。<laughs> 試行錯誤の末、ついに、ユーザーに最後の一滴まですすらせる、昆布と塩ベースのシンプルなラーメンを作り上げることに成功したのです。なるほどね。やはりラーメンはシンプル。コーンなどの具材は、ブラフだったのだ。<laughs> 私は勝利に酔いしれ、ユーザーに何度も塩ラーメンを作ってやり、その度にうまい と称され満足ししていましたそらそうだ事件が起きたのは、ゲームに飽きてきたある日のことです。お<ー>その日はクラスの友達が一人家に遊びに来ていました。お<ー>一通り遊んだ後、ふと彼女にあのラーメンゲームをやらせてみようと思い立ちました。はいはい、私はすでに正解を知ってしまっているので、お手並み拝見とばかり、うんうん、やってみなよと促しました。お<ー>予想通りセオリーの分かっていない友人は、縮れ麺を選び、 うん、具材を盛り盛りにして、<ー>なんとも下品なラーメンを作るではないです <laughs>。あとで正解を見せてやろうと思いながら、<laughs> ユーザンの反応を待ちました。なるほどね、すると、うん、ユーザンは、すべ、うん、てのラーメンを平らげ、こう言いました。うん、こ、こんなうまいものがあるなんて、君は天才だなんだって 見たこともない大絶賛。えー、そうです。私が正解だと思っていたユーさんの反応は最高評価ではなく、さら、うん、に上位の評価があったのです。ええ、すごい。しかも、友人は一発でその評価にたどり着いたのでした。ええー。へえ、すごいじゃん。<laughs> 私は泣きそうになりながら、友人を褒めました。<laughs> うん、そこから後のことはあまり覚えていませんが。 今でもなぜかふと思い出すあの事件です。ああ、素晴らしい。いいなこの,こ,いいこの、このサイズ感。あ<ー>この、このラーメン。こ、ね、<laughs> れ、よ。名前ももう知らないさ、パソコンの謎のラーメンゲームの評価軸のさ、<laughs> <話>ただ心の移動はすごかったよ。すごかったね、こ<ー>れね。いや、確かに気づかないもんね。 こんなだってゲームのさ、攻、うん、略法なんて載ってないし。正解かかんないんだもんね。あ、これでいいんだと思ったらもうそれ以上掘らないじゃん。んそっから。そうそうそう。そしたらもうそれ最高じゃなかったんか、うん、んんみたいな。こ <laughs> れはビビる。<laughs> 一発でそれを。をも友達が引いて。<laughs> すごいね、これはすごい事件だな。いや、本当これは。 なんか、何者なその友達。本当ね、なんかさ、<laughs> 知りたいよね。その、その後どうなったのかその後、のこの友達がどうなってるかだけちょっと教えてほしい、ね。なんか、なんか天才は細部に宿るみたいな感じでさ、<laughs> <ー>なんかそういうところにさ、本当の人間の凄さみたいなの出そうじゃん。俺これ多分フランスの研究所で、うん、なんかあの、波動論放出器みたいな波動関数のなんか、<laughs> 測定とか、そういうのしてます。<laughs> この人はとんでもない仕事。やったなとんでもない仕事について <laughs> してるのはすごいな <laughs> 見抜いたな、貝原雄三。ゆん、これ <laughs> いい事件だな,なんか味わい深い、ね、いや、すごい。このゲーム何だったの本当だよ聞いたことない、そんなメイ。<laughs> <laughs> このゲーム、マジで。もう今できないか、でも。いや、できないだろうね。 多分フラッシュとか使ってるね。なくなっちゃったんだよね、フラッシュいや、気になるなぁ。面白い。え面白いねこのラジオ聞いてさ、このゲームやってた人なんかもう、うわって思って。るかもまさかしかも、しかも、そんなの知らなかった。そこまであんのかみたいな思った人いるかも。まさかこのゲームの話今聞くと。ねぇ、びっくりした。いるかもしんないよね、ちょっとドキドキしちゃったよね、これね。 じゃあタイトル覚えてたらぜひ、てうださい、ね、ということで、皆さんからのあの事件もお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。 なんとイベントが迫っております。今週,今週末日曜日27日かな。はいはい。この,このラジオイベントですね。うん。もうあ ですからどうまでね。ありますけども、このパーソナリティたちが対決をするというイベントで、なんとね、これ優勝すると夢が叶うらしい。だから僕らもアリスパで出場するんですけど、もしアリスパでね、最後まで勝ち抜いて優勝したら、なんか夢を一個、この会社のお金で叶えてよいということなんで。 これはちょっともうね、まだちょっと具体的には当日お知らせしますけど、もう一個やっぱやりたいことあるんで。いやもうね、あれやろうよって感じだね。いやもうこれはほんとやりたいんで、街で勝ちに行きたい。勝ちましょうよ、これは。ちょっとまだ当日何とどう戦うかみたいなのも、まだ言えないんですが、アリスパは本気でやっぱ勝ちに行きます。もちろんですよ。おう。 ねえ、ま、こういう、あの、おもころぼっちもあるんで。本当だよ。あの、そっちも。なんでだよ。これ。で分するだろ、うどうなるのかな決勝戦とか、まだちょっと。おもころぼっちと、あれ、スパが残ったらどうなんですか、決勝にね。まあ、その時はおもころぼっちで。なんでだよ。俺一人になっちゃうせめてこっちだろ、ちょっとどうなるかは当日までわかんないですけども。うん、じゃあ優勝はしたいですね。 増うでやっぱ頑張んないと。もう、もう衰えがすごいんいや、確かに、このままやっぱさ、まあまあ、優勝まで行かなくても、アリスパが最下位なんてことになったら、やっぱ、よいろいろよくないこれはまずい。いろいろよくない何なんだって感じだよねもう、そうだね。もう、ちょっともう本気でね。 そうだね。たうですね。いろんなことで負けてるから、もう体力とかも、うんそんなもう再生数とかでもね、負けてるわけですか、ね、だからもう、そこ頑張んないとね、はい、気持ちだけでは。やりましょう、これは。えー、というわけで、8月27日、ちょっともう、あの会場はあれなんですけれども、配信の方で。 あのぜひ、アリッチャリスパークを応援していただけると、そうですね。ありがたいなという本当、ね、皆さんの応援待ってますよ。はい、詳細は概要欄ということで、はいはい、よろしくお願いいたします、ね。よろしくお願いします。あとはじゃあ、はいね、それ以外の告知をお寿司さんの方からしてもらおうかな。れそれ以外の告知の告知をじゃあ、久々にやっちゃいますか、はい、告知を。告知をお願いします。はい、えーとですね、うん、うちのマンションなんですけど、はい また。ええ。国地といえばね、マンション。マンション。あのー、リフォームをしてるって言って、言ってた。あ、そう、リフォーム業者がお家に来るのがなんかすごいいい感じを。そうなんですよ。うん、もう仕事がはかどるはかどる。はかどるはかどると言ってましたね。なんつってやってたら、うんえー、後期が伸びる伸びる。<laughs> 全然終わんないんですよ。全然帰んねえな、こいつら。たいな助けてください、マジで。やっぱ伸びるもんですね。伸びるねなんか。で、俺は、その、妻とかね。実家の方に行ってたんで。ああ、そっかそっか。え、ちょっと帰ってきちゃってんじゃないそうなんです帰ってきちゃったんですけど。でもだから、まだ終わんないのみたいな感じで。確かにね。妻からは俺に圧力をかけられ。まだかまだかと。で、工事の人に俺はそれを伝えて。それに、みたいな。そうだ。もう、もう板挟み状態で。ああ。もうしんどいです。しんどい。 はい。あんにいい、いいと言ってたのに。そうなんです。どんどんしんどく。しんどさが。だから、あの、告知としては、だから、あの、助けてください。助けてください。誰も助けられないでしょ。何かしらで助けてください。大変だね、やっぱね、工事っていうのはね。いや、工事やっぱね、なかなかその予定通りに行くっていうのはね。あれもそうですもん、大規模修繕とかも。あ、そうでしょ。蓋開けてみると、ちょっと話と違ったみたいなことって、やっぱ、いくらでも出るんですよ、工事って。 やっぱ工事っていう結構そのぼんやり考えといた方がいいですね。うん、あた、確かにね。そんなきっちりしたもんじゃないんですよ、工事って。そうね。そうなんですよ。場当たり的になんかが出る可能性とか、確かに確かに。トラブルとか、全然あるんでそ、ね。そうそうそう。だからちょっと余裕を持って組んだ方がいいですね、うん、そこら辺は。そうですね。 れあとね、やっぱ完璧を求めると、うんうん、やっぱどんどん伸びるというかさ、そ<ー>難しいとかそのが人によって完璧の基準も違いますよねっていうさ、感じがあるんですよ。特にマンションの大規模修繕だと、な人によってはもうこんなんでいいよね、気にならないよ俺はみたいな<ー>。他の人はここが、 めっちゃ気になるっていう。ああ、確かに。っていうかもう、ここ以外はいいとかってさ、うん、人によってもバラバラでさ。確かに、共有部分とかだとね、大変だね。これをまとめるのが、ええー、管理組合の。仕事た <laughs> 出た管理組合。<laughs> ということで。<laughs> う,んうん。 ま、いばらの道なんですけど。はいそうなんですね。非常に大事な役割を、なっております。管理組合。管理組合は。ご理解ください。誰に言ってんちょいちょい出てくんな、管理組合。はい。というわけで、来週はどうしようかな。もしかしたらイベント会場で取って出しみたいなことも、あるかもしれません。日曜なんでね。日月曜間に合うんで。はいはいはい。あるかもしれませんので、えまた来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。